お腹周りが気になって、うわ自分ができないルッティン頑張ってみたり、うわちゃんと下腹効いてないのにレッグレイズやってみたりしてませんか？お腹周り気になるみんなにおすすめなのは、腹筋で止まること。動かない方がお腹をずっと使えるんで、今回すごい簡単なストップアブス紹介する。一緒に頑張っていこう。今回一種目5秒頑張っていこうね。スマホ目の前を置いてやっていきましょう。腹筋が苦手な人は下から上がっていくよりも上から降りて止まる方がお腹がちゃんと使えます。一種目目いきましょう。手を前に伸ばして膝少し曲げてね。こっからゆっくり倒れてバランス取れる位置で5秒キープよ。息止めないように1、2、3、4、5。 OK、起き上がるのどうでもいいよ。よし、これを3回2回でいくよ。倒れて1、2、3、4、5。いいよ、肘ついて起きてね。あともう1回ゆっくり倒れて1、2、3、4、5。 OK、 その調子。これでバリエーション変えていくよ。今度は片足伸ばして片足曲げる。ゆっくり倒れて5秒キープ。1、2、3、4、5。 OK、 もう一回いくよ。右、息止めないように。2、3、4、5。 OK、 あともう一回。お腹効いてきたよね。1、2、3、4、5。 OK、 よっしゃ、反対足いくよ。足変えてね、引き止めないように。1、2、3、4、5。 いいよ、その調子その調子。いいよ、1、2、3、4、5。OK、OK、いいよ。あともう一回。息吐いて。1、2、3、4、5。OK。だいぶ腹筋使えてるからね。もうこれ、今の時点で100回ぐらい腹筋使えてるよ。よっしゃ、行くよ。今度はね、足を伸ばしたまんま。このまま、ゆっくりゆっくり倒れたら起き上がろう。息止めないように吐いて、ゆっくりね、できるだけゆっくり、ゆっくりゆっくりゆっくり。 OK、 あと2回いくよ。できるだけゆっくりだよ。背中丸めて、ゆっくりゆっくりゆっくり。 OK、 あともう1回。バランス取りながらゆっくりゆっくり倒れて、ゆっくり倒れて。よし、オッケー。足を楽に伸ばして手を後ろにつきましょう。このままね、少し肘を曲げて両手をちょっと浮かしたら手をつく。バランス取ったら手をつく。これを10回いくよ。1回ずつ息吐いてね。いくよ、1、バランス取って3、4、5、6、7、8。いいよ、その調子。9、10。 OK、 ちょっとお腹揉んでください。効くよね、今のね。今のあと2回やったら終わりだからね、頑張ろうね。いくよ、2回目スタート。1、2、3、4、5、6、7、8。頑張って、9、10。OK、 すごい腹筋使ってるよね、これね。辛い時はね、手を離してすぐついていいよ。頑張れる時はね、ちょっと長い時間離してみて。あともう1回いくよ。息止めないように。あの1、2、3、4、5、6、7、8。あ、ちょっと。9、10。OK、
よくやったー、頑張ってできたよーって方、グッドボタンやコメントで教えてね。1年後、驚く結果が待ってるよ。